ぼんちゃんです。前回、猪助の出身地である大竹さんの大竹神社奥宮まで行きましたが、今回は大竹さんの山頂に向かいます。そして、下山途中に寄ったパワースポット、ロックガーデンと七夜の滝を紹介します。それでは、地図をご覧ください。大竹神社奥宮から山頂を目指します。山頂まで行きましたら、下山です。下山は再び大竹神社奥宮に戻り、ロックガーデンに向かいます。 ロックガーデンから七夜の滝に向かい、七夜の滝からケーブルカーの三岳山駅に行き、登山終了です。それでは山頂を目指します。12時10分ごろ出発しました。大滝神社奥宮を後にしまして登っていきます。ここからは急斜面が多くなります。山頂までもう少しです。頂上に到着。12時25分ごろ到着しました。 標高1267メートル。頂上からの風景がこちらです。昼をここで食べて下山開始です。12時40分ごろ下山開始しました。大岳神社奥宮に戻り、さらに鍋割山分岐まで戻り、ロックガーデンを目指します。ロックガーデンへの分岐に到着。 進んでいくと滝が現れました。綾宏の滝というそうです。落差10メートルです。龍神の存在を感じ取ったので、南部竜王大臣をとっさに3回唱えていました。自宅に帰り調べると、この滝は武蔵御岳、神社の禊滝行に使われる場所のようです。南無竜王大臣に関しましては、滝行の動画をご参照ください。 地図でこのくらいの位置に滝はあります。滝を後にしてロックガーデンを目指します。小川を横目に進んでいきます。ロックガーデンに14時40分頃到着。ここは精霊がいる雰囲気です。とても景色がいいのでおすすめのハイキングコースです。ロックガーデンを後にし七夜の滝に向かいます。 進んでいくと、こんな岩が。どうもこの辺りに天狗岩があったらしいのですが、気づかず通過。多分これが天狗岩と思われます。天狗岩の近くのここを下ると、七世の滝です。急な階段をどんどん下っていきます。まだあるのかというぐらい、下ります。木の根の部分を歩くところもあります。この下りは、かなり注意が必要です。七世の滝に、 15時20分ごろ到着。大小7七段からなる落差50メートルの滝です。この上に天狗岩があるそうです。多分、撮影した岩だと思われます。さて、七夜の滝を後にして、ケーブルカーの三岳山駅に向かいます。だんだん日が落ちてきました。戻るついでに、いきに撮影できなかった天狗の腰掛け杉を撮影。 天狗が座って微笑んで言いました。神社の階段脇に出てきました。さらに進み三岳山駅に到着です。16時30分ごろ到着。登山終了です。三岳山駅からの夕方の風景がこちらです。今回は以上です。次回はこの登山の後、知り合いに大武山に登ったことを話すとここもいいよと言われていった霊山。お岩神社のあるお岩山を紹介します。 日立最古の霊山。ちなみに日立とは茨城の北東部にあたります。お楽しみに。また、実は天狗さんから高尾山に登るように言われています。この登山も来年に動画にしたいと考えています。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは、また。